ツマイナス214ツマイナス214は、ロシアのツポリフが開発した、総発旅客機である。ツマイナス214は、ツマイナス204から100の最大で肉重量を引き上げた発展型であり胴体延長型でもある。同様に開発された、ツマイナス204から200との決定的な違いは、主翼の前にある胴体の左側のドアの大きさと L。 二ドアが乗降用ドアとなっている点である。従来は、つマイナス204から200と故障されていたが、現在は区別されるようになった。製造は、つマイナス204から200を生産しているアビアスタル、SP ではなく、火山の火山航空機製造合同で実施されている。両方の工場ともツポレフ設計局とは、独立しておりそれらの生産機種の設計を、 ある程度管理できる。17機が製造されたが、製造、販売コストの高さから2010年4月13日に、火山は商用型の製造を中止した。軍用型としては、電子偵察機の TU-214R やつ -214O などがあり、政府向けの特殊型も存在する。IL-20M の後継となる電子偵察型で、 2009年に初号機が初飛行した。開発などの遅れから、ロシア連邦軍参謀本部情報総局と裁判沙汰となるなどしたが、2018年に研究開発が完了する予定。2012年12月17日と12月18日には、飛行試験のためマイナス -214R が日本の領空に接近し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進した。 この際の試験では、2-214R は低速飛行時の安定性が悪く、偵察任務のためにそのエリアを紹介飛行し、調査を行うといった仕事には向いていないという結果が得られたため、調達の中止が検討された。これを受け改良がされたようで2期目の RA-64514 は外観が変化している。 RA-64514 は2015年にウクライナとの国境近くで試験飛行を実施したことがフライトレーター24で確認されている。トランスアイロ航空のつ -214、ダリアビア航空のつ -214、ハバルフスクイキチャーター便のために熊本空港へ飛来した。 スマイナス214が初飛行したのは1996年3月21日であったが開発が著しく遅れたため量産型初号機が飛行したのは2001年4月10日のことであったその後ロシアの航空会社に引き渡されて就航しているこのクラスの旅客機では新品の価格が世界で最も安いもののボーイングやエアバスといった強力なライバルがいる市場と 重なっているため、ロシア市場においても苦戦している模様である。つまいなす214を運用する航空会社は、ロシア航空、トランスアイロ航空とエアスターズである。トランスアイロ航空は、さらに7機追加発注している。日本には、ダリアビア航空が、つまいなす154を代替した、つまいなす214を用いて、 ハバルフスクからの青森便と新潟便を運用していたほか、チャーター便も飛来することもあった。ダリアビア航空がウラジオストク航空に吸収合併され、定期便が廃止された後も、チャーター機が飛来したこともある。ツマイナス 214SR は2009年6月に2機が収益し、ロシア航空が運用している。ツマイナス 214R は、 ロシア空軍が2機を運用している。ただし民間機登録番号 RA-64511 を関していることから民間機をチャーターする形で運用しているようである。オープンスカイ条約用の都 -214ON もロシア空軍が運用しており2機が製造されている。2018年5月21日から29日にかけて -2140N 機の調査の第一段階を実施する予定で機体と監視装置の技術能力の予備的なデモンストレーションを行うこれにはヨーロッパアメリカカナダの参加者20名が参加する予定ありがとうございます